はい、どうもです。タイトルを見るともうわかると思うんですけども、ついにこの時期がやってきました。スプラトゥーンで今年の漢字を書いていこう企画。実はですね、去年と一昨年も、この企画をやっていまして、毎年、なんかお坊さんが漢字で、字を書いてくれるんですよ、漢字一文字を。で、去年は令和の令。で、そのまた前の一昨年が、災害の際、災いって漢字だったんですよ。で、今年は、ついに、密、ゆりごにゃんの密ですが、今年の漢字で認定されたので、ちょっと難しいんですけど、スプラトゥーンで書いていこうかなと思います。まあ、前回、前々回のその、災いって漢字と、あと、令和の令は、ここダジャレじゃないよ。ダジャレじゃないよ、令和の令は。概要欄に貼っておくので、気になったら見てみてください。とりあえず今日は、密ですの密、書いていきたいと思います。それでは、毎回ショッツル鉱山で、漢字を書いてるんですけど、今年もショッツルを使って書いていきたいと思います。でちなみに、インクの色も変えていこうかなって。今、黄色インクなんですけど、書き終わった時に、インクの色を変えて、墨汁っぽくしていきたいなと思います。ひれおくん赤ちゃんが首座ってない。全然、この赤ちゃん首座ってないから字書けんのか赤ちゃんなのに。オッケー、じゃあ密をね、書いていきたいと思います。まあ、今年、まあ、多分誰よりも使った自信がある俺、密。多分小池百合子さんの次に使った自信があるこの密を書いていこうかなと思うんですけど、結構難しいよね。まずね、うかんむり書くんですよ。てか北斎で書くの久しぶりだな。むずいな。いつもさ、パブロで字を書いてたから、絵もパブロだし。オッケー。こうして。待って、密でかいんだよな。これか。あー安いになっちゃった密が安っぽい言葉になっちゃった。違うんだよ。まあでも、ぶっつけ本までこれで。これ頑張ろう。はい、点書いて。あれ、密なんだっけ、あと下。あれ、密の漢字忘れちゃった。密なんだっけ、山だ。山だ。密山だ。山を書けばいいんだ。ああ待って、むずい、これ。うわあ、オッケー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 。どうだ、これどうだ、これ。どう、一応書けたんですけど、密。ちょっと黒くしてみまーす。あ、待って、俺、うまいかもしれない。上から見たら密。密です。ひれおくんも多分なんか書いてるんだよ。なにこれ。み、す、ひらがなだ。ひらがなでみつって書いてる。赤ちゃんだからひらがなでしか書けないんだ。赤ちゃん字書けないのに。そもそも赤ちゃん字書けない。ひらがな、あ、ここみつしてる。ここみつです、みつです。みつです。今年はみつですよ。ダメですよ。みつなのですよ、今年は。みつですよ。近づいてかないでください。みつですよ。あ、倒しちゃったじゃん。ほら。ほら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 。あ、ほら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 。無表情だ。あ、ダメ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 。来ないで来ないで、ダメダメ。近づかないで。なんだ？あー、落ちちゃった。ディオがカモンで呼んでる。ひれおくん、ひれおくんお尻かいてる。待って。うんちも書いてる、うんち書いてる、お尻とうんち書いてる、汚い、バッチーバッチーぞ、あのヒレを。お尻から、お尻からなんか出てる。お尻からなんか出てる。ナイスじゃないよ。ナイスじゃない。最低だ。ヒレオくん、最低だ。あ、ちょうちんはんこが書いてる。あ、うまいね。みつ。いや、何してるんだ。
赤ちゃんがランニングマシンで走ってる。あ、なんかミルクって書いてある。赤ちゃんがミルク欲しいからミルクって書いてる。